皆さんこんにちは。とあるフラグが立ったので飛翔艇に行くぜ。ちょうどいいところに来たわ。なんとかしてほしいことが。なんでしょう。実は今日こんな手紙が届いたの。怪盗デアヒメルの横。あなたがも怪盗デアヒメルって、あの、そうなの。これがその宝石箱。父がまだ私の宝物なの。でも価値があるかどうか、まだ私が小さかった頃からの思い出がいっぱい詰まって。わかりました。お姉さんのその宝石箱、私が守ってあげるわ。予告の時間が近づいてきた。きっとそばに人がいるから近寄れないのね。そしたらあとは、あ、そうだ、ちょっと行くところがあるの。お姉さん、こんな時間に一体どこへ。しかも宝石箱行っちゃった。どう、そろそろ予告の時間みたい。あ、お姉さん、私はずっと部屋にいたけど。やられたデアヒメルメ。お姉さん、ごめんなさい。そんな、見てなさい。とまあ、長い割にそうだろうなというデアヒメルイベントが発生しました。被害者のお姉さんには申し訳ないですが、これでアイテムを作成できます。あれ、本が読めないぞ。ちょっとヒヤッとしますが、まだ焦らない。なお、デアヒメルイベントを起こす前に絶対に行ってはいけない場所があります。うっかりそこに行ってしまったせいで4年経過したデータを削除することになったよ。今回のプレイが若干流しプレイなのは、前日にクリア寸前までやっていたからなのだ。決してマリーが強いからといってマイヤー洞窟に行くのではないぞ。意外と需要のある栄養剤、主にシアが買いに来ます。よく依頼に出てくるけど大量には作れない。元系を網羅していきます。まさかリアルに精神の元が手放せない時が来るなんて当時は思わなんだな。飛翔アイテムを使う割に成功率が低いんだよな。そして当時はあまり使わなかったけど、今回のプレイで大活躍した神々の雷はまだ作りません。実はね、何がフラグになったのか分かりませんが、タイデアヒメル兵器がアンロックされました。一部のサイトでしか言及されてなかったので、毎日お姉さんが出現しないか飛翔艇に寄ってました。1年毎日通ってもお姉さん自体が現れなかったぜ。ハレッシュのしょうもない依頼のせいでてんやわんやしていたけれど、ようやくアイテムを作れるぜ。アイテム名は生きてるなは、生きてるほうきも登録されますが、こちらは終盤まで作れません。それでは待望のイベントへ行きましょう。ちょうどいいところに来たわ。なんでしょう。今日また怪盗デアヒメルから予告状が届いたの。その肖像画は私が小さい頃に。アイオン、お姉さんの言いたいことはもう分かったわ。ありがとう。でも大丈夫。大丈夫よ。今度は予告の時間が近づいて。デアヒメル参上。酒場娘フレアシェンク。うわ、正面から乗り込んできた。前回の様子なら小細工なんていらないよ。バカにして。何よこのロープは。ちょ、やめてよ。よし、今がチャンスよ。わ、分かったわ。こいつがデアヒメルか。どうしたのお父さん。あんたナタリエじゃないのか。言われてみると確かにそう。身内の犯行だって。でもナタリエ、どうしてこんなことをしていた。単に綺麗なものが好きだったからだよ。それということは盗んだ品物は。あるよ、全部。お金が欲しくてやってたわけじゃないからね。よし、それなら今までかき集めた品物を。そうしたら穏便に事を済ませてやる。嫌だというなら俺としても辛いところだが、
あんたを。お願い、みんなのところに返してあげて。悲しんでいる人もたくさん。どうやら一件落着ってとこ。帰ろ。ということで、帰ったのに飛翔艇にいるマリーナの出会った。そして帰りにアカデミーで買い物をしていたところ、どこから話す。さすがに過去最低の成績だけはある。そう、クライス旦那性格でしょ。姉の私としてもなんとか。姉って、お姉さん、あの嫌味の。いいのよ、実際その通りの。顔、心が穏やかになるということかね。どう？どうしよう。ありがとう。それなら。まさかのクライスの姉という設定でございます。薬の力でどうにかするというのもなんですが、実はこのイベント、クーゲルの世界に笑顔が引き金でフラグが立つのです。クライスの有効度が十分溜まったということでもあるので解雇します。さて、精神のもとに見えて世界に笑顔を製造します。あ、怪盗デアヒメルじゃなくて。あれからレアさんと親父さんに今まで盗んできたものは。それであなたはこれ。これからは冒険者として真っ当な生活。とりあえず酒場にいます。何か冒険者ってのも。もともと冒険者じゃなかったっけ。この辺りまで来るとすでに資金面の心配はなくなります。どうで。あ、ありがとう。薬は今日早速使ってみることに。どうし。報酬はさほど魅力的ではなく、クライスには特に変化がありません。今はそう言っておきましょうかね。さて、デアヒメルを改心させたので、マイヤー洞窟を目指しましょう。別にアイテムコンプに関係のないイベントですけどね。かわいそうだ。アジト、おとなしくしていてもらおうか。ボスですら一撃で倒せるマリー。しかし敵が多すぎましたね。ちょっとだけ惜しかったぜ。なんとなくマヒコロリを作ってみる。できた。そしてキリーをスカウトしてみる。わかれて。おとなしくしていてもらおうか。ということで、こいつと再戦します。いけいけ。なんか同じような状態ですが、キリーは思ったほど強くはない。レベルアップした。これに懲りたらもう人からも。まあ、勝てればそれでいいのです。そして時の石板を作ります。初回制作時は確率はあまり関係ないです。ミニゲームだからな。時の石板の文字を取っていくゲームです。順番は不問。3種類の動きをする敵に捕まらないようにするのですが、これがなかなか難しい。挟まれたらアウトです。動きはある程度ランダムながら動きの速いやかが強敵です。
にか勝利したぜ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録およびコメントや応援をよろしくお願いいたします。